こんちゃおーす。中までたっぷりチェアです。スピードラン。1200分の0。1250分の0。これはやばいだろうな。じゃあ、頑張ってやっていきましょう。ツイッターの方に送っていただいたスピランです。1? ほい。ちょっと早めにジャンプか。2? 3狩り。ちょっと早め。2? 3狩りは。なるほど。はい。スピン。はい、オッケー。トーン。ジャックスピン。オッケー。2。はい。はい。これは大丈夫。普通に着地だ大丈夫。下にも土管がありますね。土管抜けた先は、やばい、ジャンプ。あ、死んじゃった。もう罰がない。早いよ。強いとね、上に当たっちゃうんですよね。ここは別に何もなしでいいんだろ。上行くのか。は。P 踏んで。1、2、3ガリアで行かないと多分ダメだよね、今度はね。おぶね、ここクルーンいるじゃん。お、いけた。道ができて。あぶね。おぶね、スタート取れた。これは、あれか、スピンして上に上がるのか。急げ。オッケー、そのまま入って残り18秒。来たね、ここまで。はい、来た。はい、来たよ。に、あ、でも大丈夫そう。当てて、死んだ。でもなんかもうゴールいけそうな雰囲気。これ勝ちゲーかも。結構上の方でスピンして、余裕を持たせて死にます。このコースは、ただのテクスピじゃないな。緻密性が高いから。緻密スピラントでも呼ばせてもらおうか。ちょっとロスったぞ今。多分あそこも孔明隠れてんだろうな。オッケー。集中しないとあそこほんと突破できねえ。あやべ、危ねえ、セーフ。変な回転入れちゃったから狂ったわ。危ねえ。ここは慣れちゃえば大丈夫かな。 R 連打すれば一応突破はできる。問題はここよ。俺苦手なんだよこのボム兵。投げて投げなくて。投げんのかい。あぶねえ。あ、ゴールあった。オッケー、やったぜ。クリアできました。クリアした1人目。じゃあこれいってみましょうかね。マリオメーカー1周年ということで、全アイテムを使ったスピードは面白そう。やってみましょう。全アイテムを使ったスピランか。だから尻尾、あ、でも尻尾はいないか。まず赤コインを全部探さなきゃいけないっていうのと、多分プロペラとかがどっかでちゃんと状況にあれしないと、反応していかないと。上、オッケー。1、2、3、ガリージャンプ出なかった。サンド別にしなくてもいいとかしねえ。で、ドア入って、はいはい、クルンして降りて、コインがあって真ん中抜けて、そのまま走って、急げ。あ、嘘。大丈夫、落ち着いて、間に合うよ。間に合わないよ。ああ、やり直しか。そこでミスるか、俺。あそこでミスんのかよな。もっとミスるポイントが他にもあったのに。やべ、止まっちゃった。この下どうなってんだろう。落ち着いて、スピード。オッケー。あ、90秒スピなんだっけ。よいしょ。走って、ピョンスして、ここに赤が隠れてて、コイン出てねえし、今回。余計なことしない。普通に行く。オッケー。かぶったね。これは全部に反応していけば多分大丈夫でしょう。嘘だろ?危ねえ、助かった。パウ投げて、スピンして、道作って、スピンして、
取って、これは蹴っ飛ばして。道ができました。あ、やばい、ロスだ。あ、ちゃんと壊してくれてたね、よかった。やり直しかと思った。で、ドア入りまして、スタートって、コングラチュレーション。あれ、コングラチュレーション、 L だだけ、 L か、 L だな。L と R は難しいよな。発音も。どっちだったっけってなるよね。やったと思う。やったような気がする。あ、やってないかも。すげえ。雷が。これは取られて。あ、これは蹴っ飛ばしだった。まあいいでしょう。1、2、3ガリア。はい、はい。バネル。OK。おお、オッケー、はい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 、オッケー、突破突破。降りて、右下、赤取って、うわっ、その隙間に入ろうが難しいでしょうに、お兄さん。オッケー、こうかな、オッケー。うわー、3段で割ってたけど当たっちゃいましたね。微調整入れちゃダメかな。今日はスピランの日なんですよね。よいしょ。3本目だよね。3本目 ?3 コース目だよね。よいしょ。結構難しいな、このスピラン。クリア率低そう。ほっ。まるでスピードランのバーゲンセールだなって、ただ言いたいだけなんですけど。ほっ、ほっ。オッケー、抜けた。やっぱ上にトゲがあったか。おぶねー。だいぶロスったな、これ。大丈夫か、多分大丈夫じゃないな、これ。お、ギリギリ間に合った。よかったー。セーフ、セーフ。あぶねー。ドア入っちゃった。入り直しちゃった。ドア入り直してもさ、スターは、あれだよね。長続きしないんだよね。P の効力と違ってね。OK! お疲れ様でした。じゃあ今日はこれで終わりかな?チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。